皆さんこんにちは。こんにちは。突然こんな動画が上がってびっくりしてると思いますが、あの試しにこっそり始めてみようと思いました。ボーダーテレラジオ、せーの、始まるよ。はい、こんにちは。あの筑波大学大学院でボーダーカトビをやっていて、ボーダーカチャンネルを勝手に始めてしまいました、米原です。おーす。はい、中京大学のえのきです。ボーダーカトビやってます。はい、おーす。はい、次は筑波大学の川村明と申します。米さん、何の弟子をやってます。よろしくお願いします。そして新メンバーの、はい、やろう。はい、向こう側女子大学大学院で棒高跳びやってます、森田です。よろしくお願いします。これは森田って呼んだ方がいいんですか？何でもいいですよ。勝手にあやちゃん、そう、なんて呼べばいいのかってすごい迷ってる。あやさんいい。さん、あ、そうなんや、さん付けないんや。私、年上か。そっか。どうす、あ、そうなんや。なんで、あ、そうや。M1 やん。M1 やん。はい。何でもいいですよ。って感じで、今日はこの4人で、ボーダーカチャンネルラジオ、1回目やっていきたいと思います。こんにちは。まず、このラジオの内容についてです。チャンネルラジオは、ボーダーカチャンネルによるラジオです。すべてのボルターのもっと高く飛びたいを叶えるために、ボーダーカチャンネルのホームページを飛び出して、ボーダーカ飛びに関するあれについて話していきたいと思います。はい。最後まで一緒に来てくれたら嬉しいです。はい。ちなみに、あの、ボーダーカチャンネルは今年で3年目になります。いつの間にか、ね。いつの間にか、あの、いつの間にか勝手に始まったこの最初、ツイッターとホームページから始まって、ツイッターのフォロワーもすぐ、何人ぐらいだよね、結構。千何百人ぐらいだよね、今ね。いたり、あの、YouTube もちょこちょこ、あの、来てくれる人がいて、はい、いい感じで楽しくやれてます。今後もやっていきたいと思いますので、あの、ぜひ、応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、なんでそんな感じで、あとはあの今年の冬にいよいよボーダーカチャンネルグッズを発売しました。もうみんな着ているらしい。バンバン売れてますから、ね、バンバン買っていただいて、あのちょうどこの日曜日に全国中に発送を終えて、なんか到着したよみたいな投稿もいただいて嬉しく思っていますが、はい、今日実はね、あの4人ともラキと僕は一緒の筑波にいるんですけど、えのきとあやちゃんはそれぞれ中京と向こうから顔が見えないんですが、多分みんなね一緒のやつを着て、それはね着てるよね。ですよね。着なきゃいけないと思うんですよ、ね。でね。昨日起きたんで。大阪室内行かなくたんで。あ、そうや。昨日よ。あ、昨日です。そうですよ。ちゃんと来て宣伝しましたよ。え、本当に？はい。配ってはない。持ってないの？ありがたい。ステッカーも配ってもらったみたいな。また配りますね。足りてないっしょ。はい。はい、ボーダーカチャンネルステッカー、実はあのショップでも売ってるんで、欲しい人買ってください。ちょっと高いかも。値段は聞かないです、うん。気になる人は見てください。こんな感じで、今日はボーダーカチャンネルラジオ1回目なんですけど、はじめに、あの、ボーダーカチャンネルラジオ開始の経緯みたいなことを、フラッと話していきたいと思います。気になりますね。みんな気になってるから、はい、うん、まあ、さっきの通りね、あの3年前にあのボーダーカチャンネルっていうのをあの僕が勝手に始めてしまいまして、そうだよね、確かに、ね、
俺が勝った。そうだね。そうだね。一人。そうだよな。そう、最初だからヨネが上げて。そうだよね。しかも、でそう、大学に院2年生 の, あの12月31日 の, あの年越しの前に。お今年1年やり残したことないかなと思って。あ、31にやった。そう、あと思って、ちょっとこれやりたかったのやばい、やり残したと思って、31日に、あの、突如作って。年始じゃないんですね、それは。そう、31日だったんよ。あ、もう俺今でも覚えとる。急にできたんですね、大高ちゃんに。だと思う。32も31。そうそうそう。で、それがね、ちょうどあの、俺がアメリカに行くことが決まりかけてた時で、その向こうに行った時のことをみんなに教えたいなと思って、うん、それを教えるための何か場が欲しいなと思って最初は作ったんですよね。せっかく俺一人で行っても自分だけになっちゃもったいないなと思って、あのそれこそみんなテーマでもあるあの全てのゴールとあのもっと高く飛びたいを叶えるっていうのに少しでもなんかこう貢献できないかと思ってね、こういうことをいつの間にか始めてしまいまして、というかこうそのまま好きに好きに今までやってきているわけですね。鏡です。鏡じゃない。それ褒めるのいらん、ね、ダメですか、うん、すごいことでしとる人いっぱいおるけん。そうそうそう、ね、まあいずれは、はい、最初はその棒高跳びサミットっていうのがアメリカで毎年っているんですけど、なんかそういうなんか日本中の棒高跳び好きな選手だったりコーチだったりそれこそ研究者だったり、おーいいですね、なんかいろんな人たちが一堂に集まってなんか高く飛ぶためにはなんか何したらいいんだろうねみたいなのを交換意見交換できる場所ができればなと思って、そのウェブ版として最初まずちょっと自分が知ってることを発信しようと思って始めたんですね。はい、でそしたらあのえのきが参加しましたね。えのきさん、いつからですか？大高チャンネル自体を。時代は時代、時代は初参入という。そうだね。なんか、ヨネに記事書いてって言われて、分かったって言って書いたって感じだね。いつだっけ？ヤシマとかで出会ったとか。でも出会いはもう前めっちゃ思うんですけど。話したみたいな感じです。ヤシマ。確かにヤシマじゃない？そうそう、ヤシマの時に直接ミーティングしようって言って、そうだね。で、初めの記事書いたね。それがメンバーナンバー2ですね。うん、それがちょうど作って、最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいだね。夏、3月ぐらいのね、ヤシマ合宿してた。そう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 。そして多分その時に俺とラキが初めて会ってんじゃないかな。そうそうそう、ね、違う？いや、そうそうそう。えのきさんが多分、ヤシマに、いらした、うん、数日前まで僕多分ヤシマいたんです。そうなの。それ私もいなかったですか？なんかあったような気がする。おますか？なんかつくばの人来てて、なんか赤根持ってなんか見た気がする。いましたよ。ですよね。え、記録会に出とったんじゃん、もしかして。そうやと思います。出会ってましたね。その時にえのきがあのあれやんな、あの帰ってきたんだ一回確かマット届かんと。ああそう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 。えその跳躍を見たんじゃない？もしかしてあやちゃんも。なるほど。うわあの記録会？かもしれないです。なんか覚えてる見た気が。もう帰ったあ。僕は帰った。合宿があってなんかで一緒になんか練習しとっ。なんか教えるみたいなって、ね、なんかあの最僕が筑波の大学院にも興味があって、うん、で陸上競技研究室の、うん、まあ、発表会みたいな、あその時やっとるやんで行ったんすよ。せラキとはもそれがまあ9月ぐらいちゃうよ。あ9月ぐらい、あ9月や、 あの夜のやつ、その夜だ、3年前の9月ぐらい。そうやねそうやね。で、あれやな、ヤシマで合宿するけんおいでって言って、そっくら一緒に練習して、その後にえのきが来てん。おー、僕今は多分過ぎる。えのきが来たんや。俺らが10泊ぐらいしとったけんな。すごっ。あれだね、小倉さんと
3人でいたときでしょ。3人じゃない、4人じゃん。リンリさんと。リンリと分かんない。ああ、そこに。ああ、その時にみんな会ってんだわ。もしかしたら。そうですね。なんだ僕がもう数日いればって感じ。せやな。全員。はい、で、そんなこんなで、すいません、そんなこんなでえのきが。メンバーに入ってきて。はい。で、それからえのきは、僕の、なんだろう。なんか、指南役で、ずっと。指南役。ほんと、こうしてもいいんじゃない。そんなバランスがいいよ。バランス取れてバランスが良くて。で、うまく2人でずっとやってきたんですよね。返答はないです。大丈夫です。うん、多分大丈夫だと思う。うまくやってきたんよ。で、あれやんな、アメリカにも、俺が、そう、ちょうど去年の今頃もアメリカにおったんですけど、ヒューストンに僕は9ヶ月ぐらい、あっちで大学のアシスタントコーチをやっていたんで、その子にちょうどえのきも、1ヶ月 ?2 週間 ?2 週間くらいだね。なうちに会って、一緒に練習して、で、その時にもいろいろ話して。そうなんですね。そう。一緒にコーチバトラーと練習したよね。そうそう。2週間濃かった、すごい。濃かった。俺が毎日飯作ったこと覚えてます。そう、生春巻き美味しかった。美味しかったね。そう。うん、そんな感じで。じゃあ結構もう。結構、でもね、えのきとの出会いはね、もっと長いよ。俺は中3ぐらい。中3じゃない?全中。あ、全中。そう、全中。それが何年前かって言ったらもうやばいよ。もうやばいね。前だよな。10年前ぐらい。せや、新潟全中という、はい。僕らは田中は、その代なので。わたるちゃんはきっと聞いてくれているはずなんですけど。本当にわたる聞いてるこれ。いや、わたるは聞いてなくても、しげるが聞いとるんやけど。ああ、しげるは聞いてそう。しげるは聞いてるはずなんだけど、じゃあわたるはどうか、ないから。わたるに聞けって言っといて、しげる。そうそうそう。しげる。頼むよ。大きいですか?どことヨニさん。ああ、そういうことか。わたるちゃんが?はい。渡るらと俺同期なんよ。そうか。なんでなんで。そう。あと、哲也とかね。哲也はな。俺のずっと一緒やから。香川から。うん。香川なんですよね。そうやで。寛一です。へぇ。多分、寛一の子もきっと聞いてくれてるかもしれない。わからん。知らんけど。びっくりしたらなんか面白いね。みんな聞いてます。多分、知らん。びっくりするだろうね。この人、寛一やったんや、みたいな。そう。ただ本当は福岡出身。中学までは。福岡でやってましたね。そう。で、寛一行って。で、えのきあって。えのき室内も来よったよな。香川室内。いいよ。ここは室内は行ったことない、多分。そうですか。記憶が。これはちぐさ中なんで。下元勇気でした。その辺と同期で。まあ、そうね。あったんすよ。で、この代で大学院まで行ったんが俺らぐらいなんよね、ほぼ。そうだね。多分。他はいないですか?大高で大学院。続けてる。続けてる。辺見とか続けとるよな。そう。なんか続けてる人がまずあんまいないんだよね。難しいよ、続けるの。うん。しかも、こんななんか大学院まで来ちゃった人とかいなくて、なんかね、せっかく勉強したし、うん、教えようっていう俺の勝手な提案で、うん、いいねって言ってくれた、ありがたい、本当に、でした。はい。そして、はい、そして帰国しまして、僕が帰国したのが今年の4月ですね、去年の4月。で、帰国したら、なんと、ラキが筑波に来とったんやな。行っちゃいましたね。そう。入学したい。どうしたからラキが来て、1年ぶりに。久々に会って、そうっすね。で、おるならかけや、っていう。
ちょっとパワーまで言います。とんでもないのを食らいまして、記事をちょっと書くようになったら、そうです、うん、書いてで入らないかっていうお誘いを受けて、6月ぐらいですか、7月ぐらい、そうかもね、6月ぐらいですね。やってね。で、あんま更新してないという。いやいやいや、あのラキはいつもあの記事の下書きがですね、あの長すぎて。いやもう収まんないですよ、気持ちが。終わらない。大高の気持ちがもう収まらない。収まらない。収まらない。レングスもね。大高の気持ちがもう。そう、ラキの記事は本当に読みあるんで、ぜひ読んでほしいです。読んでください。はい。ます。ね。そして最近あやちゃんが入るわけです。出会いは、出会いというか。出会いはきっかけは。きっかけは、多分あのブブカの時に来てたからね。ああ、まあそうですね。まず、あ、はいはいはい、そこで初めて認識がある。あのそこで夏にブブカが日本に来ました。実は去年。で、意外と人が集まってあのかボータカみたいなのをやって、はいはい、そこにあれ弾丸で行ったんですよ。すごいよ。ノリで。いろんな日帰りですか、はい、すごいっす。すごいよ。で最初はこういうテンションでもう見つけてもう行こうってなったの。そうですね。ブブカ来るやったら行こうやみたいな。すごいやん。そんな女子。そんな女子って。女子って。ブブカおるわ。ブブカ見に行ったよ。ブブカ見たよ。それがしかも大学生。すごい。すごいね、世代じゃない。で初めて会いました。えのきさんめっちゃ語りましたよね。ああ、めっちゃ語って、そう、そんなに恥ずかしい。何ちょっと何話しとった俺。いや、いろいろ教えてもらいました。技術的なこととか聞きたいな、聞きたいな。これは今度でやりましょう。どうぞ。でその後、最近、陸上競技学会かね、えのき。そうですね、はい。そうそうそう。今、えのきのタイム。そう、陸上競技学会に行く前に、うん、ヨネと新しいメンバーそろそろ欲しいねって話してて、そうそう。で、あの、陸上競技学会で声かけてもらって、うん、で、そうそう。なんか、多分、最後の、その、小林先生と森永先生のセッションの、うん、の時に質問したんだけど、うん、俺が。そうです、そうです。そう。多分、それで、あ、いるんだ、みたいな感じになって。はい、そうです、そうです。で、その後、そうそう、あの、話しかけてもらって、で、もう、どうみたいな。急に。そう。もうその時に江ノ木からもう誘っとんやん。ああ、そうそう。え、なんか、まあ、今、男3人だし、その女の子の意見とか、なんか、こう、そうだね、バランス考えたら、女の子いいなって思って。ね、あと、あれだよね、あの、研究テーマがね、実は、あの、ちょっとね、あの、スポイ系というかね、障害とか。障害系って言ったらいいか。うん、障害、まあそうですね。一応教育分野ではあるんですけど、その参考にさせてもらった感じですね。うん、えのきの研究分野ってどんな感じやっけ？スポーツ医学。そう、ね。怪我とか。怪我系だね。で、外傷。なんかラキがなんか筋肉なんや。筋肉。研究をしてるんですよ、はい、一応筋肉です。で、俺があのね、コーチングトレーニングという、うん、あのちょっとも、なんだろう、あのいわゆるトレーニングコーチング、コーチングとはみたいなテクニカルな、ね、そうそうそう、テクニックなとこをやってて、うん、ちょっとあのね、あのこういうメディカル系じゃないというか、こうそっち系じゃない人いないかなっていうのもちょうどあって、多分やったり、うん、そこにハマったというか、うん、っていうのもあったんですね。確か。
ズドーンとも来ました。え、あれじゃん、た教育専門教育分野。教育分野です。教育分野。どう教えるかみたいなことですか。そうですね、そんな感じのことをしました。おぉ。すごいっすね。ということで、ちょっと、ラキにはないものを持ってたので。シャークやるじゃないですか。いや、ないよ。シャークやるじゃないですか。だけど、ちょっと、これから、少しずつ、あやちゃん記事も楽しみに。少し言えることないですけど。いやいやいや、楽しみですよ。ラッキーの目が輝いています。一番そんな感じでいい感じのメンバーが揃いつつあって感じでしたね。でメンバーが増えて、で3年目2020年になったので、今年オリンピックもありますし、ちょっとこれまでネットのツイッターやらホームページの投稿にとどまっていたところを、まあ、YouTube もちょっとやってたんですけど、まあ、YouTube はちょっと動画を少し出すぐらいだったので、ちょっと、さらに、なんだろうね、今まで見てくれてた人たちと、もっと近づける何かないかなということで、まあ、まずはこういうラジオみたいな音声でできることがないかということで、こういう企画が始まったわけです。楽しみ楽しみ。聞きやすいですからね、ラジオ。ラジオだとね、まあだけどね、今度2回目ぐらいからはお便りコーナーとかやってね、見たりで、うん、あとはそれこそゲストね。ゲスト誰か予定は未定。未定ですね。決まってない。一緒に喋りたいから、ね、まあ、連絡してほしいんですけど、多分僕らから声かけると思いますけど、なんかね、コーチの人とか指導者の人とかでもいいし、選手の人でもいい、一緒になんか喋りたいなみたいな感じで思っているんで、まあ第2回もまああるかな多分って感じでやりたいと思ってます。近々近々ね。はい、やりましょう。ではでは、いい感じの時間になったんで、いい感じの時間、いよいよ本題に、はい、今からすみません、行きましょう。今回のテーマはダラ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 、棒高跳びの記録と関連する要因は何だろうということで、拍手大丈夫、棒高跳びの記録と関連する要因は何だろうということで、本当の記事はホームページにこれから載るんですけど、てかな、今の今も、えのきが、いろいろ、今、日本で出てる内容をまとめてくれて、実際に、研究ベースで、棒高跳びの記録は、なんだろうね、どういう要因があるというか、うん、した方が高く跳べるんじゃないみたいなものが、まあ、ある程度は出てるんで、ちょそれをまとめてくれたんで、ちょっとそれについて、まあちょっとね、研究ね、難しいもんね。ね、最大重心項とか言われてもね。ちょっと僕わかんないです。よくわかんないです。なんで、わかりやすく解説しながら喋りたいなと思っていますんで。じゃあ、えのきのターン始まるよ。いけるな。よろしく。まあね。先生。今回その記事で書いた高く跳ぶための要因、うん、まあ何があるんだろうっていうのを、まあ、この年末になんか棒高跳びの日本語の論文全部読もうと思って、うん、全部読んで、すごいよね。それでレビュー論文を書こうと思ったんだけど、まあそれと合わせて、レビュー論文がわかんないかな。そうだよ。まあなんか論文の内容をまとめましたみたいな論文を書こうっていう感じになって、うん、で、どうせなら、まあ冒頭チャンネルでもわかりやすく紹介したいなって思って今回記事しました。で、高く跳ぶっていうのが、研究的には最大重心項とか、その動作の分析をした試合の試技の記録
っていうのが、まあ、イコール高く、高さの、まあ、基準になってるんだけど、レジューシングでちょっと苦手なんでわかんないです。まだ早い。まあ、だから、重心が一番高かったところは、うん、まあ、地面から何メートルかみたいな。っていうのが、まあ、最大重心高。うん、で、まあ、いろんな論文を読んでて、うん、で、その、まあ、最大重心高とか、分析した試技の記録と関連してるよって報告があったのが、11項目。とりあえずなんで、今回の記事にはその11項目が載ってるって感じですね、まずは。そう、10項目載ってて、1項目はちょっとまた別で紹介しますっていう感じなんですけど。田村さんの。あ、はい。そうそうそう、ちょっと、田村先生の論文、これと一緒に混ぜちゃうと難しいなと思って、うん、また別で紹介します。はい、助走のやつですよね。そうそう、助走のやつ。調整とか。そうそうそう。どうやって助走を調整してるかっていうのだね。どのタイミングでみたいな。そうそうそう。ミドル型。さすがやっぱみんな読んでるね。はい。はい。文献研究で使わせていただきました。まあそうですね。はい、で、うん、まあ、その、それぞれの要因について、じゃあ今回、みんなでディスカッションできたらなっていう感じです。記事にはちょっとそのそれぞれの要因がさらっとずつ解説していてですね。何かというちょっと多分一回読んだだけじゃなんだこれ。よくわからんのよね、やっぱね。難しい。いただきました。いただきましたよ。難しい。もう最大重心項も難しい。ね、最大重心項。なんか嫌い。ここからは。じゃあ一個ずついきますか、ちょっととりあえずな。うん、まあ、その全部の項目で相関関係っていうのを出していて、うん、まあなんか、なんて言えばの、言えばいいのかな。相関関係っていうのはね、これが記録が高いとか、高く飛ぶためにどれぐらい関係してるかっていうのを表した数値みたいな感じかな、言ってしまえば。うん、だから 1.0 だと、まあ、絶対 100% みたいな、します、絶対これが高ければ飛べますみたいな感じだけど、まあ 0.5 だったら、まあ、関係するかなみたいな 50% みたいな感じのイメージで考えてもらえばいいかなと思いますが、まあ、今回は大体あれだよね、まあ、50%60% 以上ぐらいの 0.5 ぐらいの、そうだね、その文献的にはその有意なって呼ばれるようなものを抽出してるっていう感じですね。そうですね。そうか。はい。で、その記事の中では出てくるんだけど、はい。R イコールっていうのが、うん、さっき言った1とか 0.5 とかっていう、まあ、関係性の強さを表している。はいはい。1に近いほど関係してます。1に近いほど、もしくはマイナス1に近いほど関係が強いと。1対1だから。そうそうそう。いいね、ためになるね、それだけで。まあね、研究のことだからね。俺も最初それよく分かってなかったもん。あるわ。はい、行こう。じゃあ、とりあえず握りの高さ。そうだね、みんな記事読んでるはずだから。うん。1個目。まあ、握り高かったら飛べるよねっていうところですね。一番関係が強いんですか？握りの。関係性としては、そうだね。
結構高いです。うん。うん。棒高さについてはね、あのね、棒高チャンネルの、なんかめっちゃ初期の記事。ああ、本当に、4記事目とか5記事目ぐらいだよね。ちょっとね、紹介してるね、あの、ヘイモデルっていうのがあって。あった。ありました。跳躍の、棒高跳びの跳躍の高さを決定する要因っていうのが、ね、あって。ありました。わかりました。棒のグリップの長さと、みたいな。抜きの高さと、抜きと、てか、重心の位置とバーの高さみたいなのをちょっと紹介してとか、そこでもだいぶ触れていますが、そのリンクも貼ってます。そうそう。握りの高い方が飛べるよね。握りを高くするために何をしたらいいんですか？結局そうなりますよね。そうだよね。それもね、またね。また別に。またそれ。あの、別で、あの、書きます。次で。でも次の内容とかがまた関係してくるわけですね。項目的には。そうだね。なんか、今回書いたその記事で、その、関連してる要因も、それぞれが関連してるから、ああ。そうそうそう。だから、ね。複雑。複雑。複雑っていう感じなんだよね。そう。まあでも、まあ、握りが4メートルより5メートルの方が、冬ねみたいなとこは、まあ言えて、まあ握りを高くするために何をしたらいいのかなみたいなところは、うん、まあ、次のところでえのきが言ってくれてるやつだと思ってます。思ってます。まあ一応次、あの、助走のやつやろうと思ってるんで、それ先に、はい、先に、はい、やります。このスピードだと思ってます、僕は。はい、そうですね。で、え、もう逃げとかでいいですか？逃げとか、そういうことっしょ。握りが。握りっていうのは、あれだよ。あの、なん、説明した方がいい。ポールの先端から持ってるところの位置が長い方がいいっていう話です。距離ですね。です。はい。大体、あの、大学生のさ、40ぐらい飛ぶ子たちっていうのは、あの、4メートル、50ぐらいは、まあ、持ってる。大体。僕らは。米さんもそう。俺、低いけど、そんなもんは、それぐらい持ってる。4メートル。そんぐらいは持ってて。で、世界のトップになると、まあ、読めた90とか、ヘンドリックが95とか、読めた95で6メーター6飛んだって言ったから、まあ、そんなになります。目安的にはね。インターハイ出たときは、これ3メーター80ぐらい飛んでたときは、はい、あの、1メーターぐらいしか持ってなかった。高さ。めっちゃ持ってる。向きは高いよ。無駄にね。何フィートぐらいだったんですか？あ、はい。超えてるか？ん？なんて？えのきさ、うん、あの、高校生でさ、5メートルぐらい飛んでたじゃん。うん、4メーター90ね。その時のグリップどれぐらい持ってたんですか？でも、10-7の、上から2個目とかかな。4メーター40ぐらい。今の俺ぐらいです。高校生すげえよ。いやでも今。今の高校生もっと高いよね。ねえ。みんな結構高いっていうの言ってるよね。16フィートとか使う子が今ザラにおるじゃん。そうそう。16フィート多いよね。無理だよ。って思ってた。すごい。すごいすごい。女子、私3メーター80、13のてっぺんです。え ?13、13、13てっぺん。結構長い方よね。え、そうですかね。
え、違うんかね。13てっぺん持ったら結構よくない？4メートル飛ぶぐらいのレベルやと大体どのぐらいなんですか、握りの高さ的に。でもみんなもう14フィートとか使ってるじゃないですか、その辺になってきたら。なんで4メーター、私の後輩とか10ぐらい持ってるけど、なんか抜きないって感じですね。はいはいはい。これ結構深刻な高さ。そうですね、女子は。問題ない。いろいろあるけど、ここは、またおいおい、ツッコミどころがいっぱいあるところなんですけど、女子は確かに、日本の女の子って食っていいかちょっとわかんないけど、抜きがないのが特徴だよね。そうなんですよね。女の子特に。結構、はい、アメリカ行くと、3メーター、4、50ぐらいから抜きある子いっぱいいて、あ、スタイルだなと思って見て、見たりするけど。まあそんな感じですね。グリップの高さって言ったら。目安的に。そんな感じかな。中学校の時は俺、中学校の時はね、14フィートのてっぺんとかだったから、それこそ4メーター、そんな持ってないか。3メーター、80、90ぐらい持って、4メートル20でした。うん。3メートル向いてないってこと。そんな感じ。えのきは？俺もね、14のてっぺん持って4メートル10とかだね。うわ、そんな感じなんや。うん。ラッキーは持って。中学校ね、やってないんか。やってないっすよ。ああ、やってない。やってないんすよ。森田さんはあれですか、中学校から やってました。私も高2からです。おお、マジっすか。高2。はい。いいよね、それ。走ってました、私。めっちゃ大事。それが大事よね。早期専門家とかね。はい。そんな感じ。なんで。今のが目安です。腕の高さは。高さ。お。高く、高い方が飛べるよね、みたいな。ごめん。何が大事か。次です。次です。はい、次。はい。次、助走速度。まあ、なんか、ここから4つぐらいは、水平方向の速度。だから、前方向。そうそう。どんだけ速い？前方向のスピードが速いかどうかっていうところ。うん。まあ、助走が速ければ、ね、その分エネルギーが高いから、ポールが大きく曲げれたり、高い握りを握れたりするっていうことだよね。うん、ですね。結局要は、ある程度スピードがないと高いところは持てないよっていう話だったりするんですよね、結局。いろいろあるけど。まあ、曲げれるから高いところ持ててるからね。そうそうそう。100メートルでこう、比較したりするじゃないですか。あるね。100、ボール選手で100。こんぐらいみたいな。こんぐらい。こんぐらい飛べる。うん。ヨネさん、どうですか？スプリント強いタイプでした。俺足めっちゃ遅いから。めっちゃ遅い。俺 100m 何も11秒、1とか6とかじゃない。マジっすか。でそれこそ 5m ちょい飛んで、うん、最初に 5m 飛んだ時は11秒8か6か7とかで走ってて。あ、そうなんすか。で今でもそんなもんだよ多分。へー。でも 5m20 だったよって感じ。なんか助走を見てると感じないですよ、うん、その11秒確かに8の助走に見えないです、うん、意識してるんですか。これはね、助走上手くなったのかな。助走最初ね、俺中学校の時さ、学校とかにピットないっていうか家で練習してた。飛ぶ機会がなくて、あ、唯一の練習が棒持って走るだったから、それはあったかもね。なんかやたら助走だけはとりあえず走れない。走り方慣れてたんじゃない？ボール持って、うん、走るのに。だからなんか地味にボール持って走るのは早かったかな、うん、あとは
たくさん飛んでたからか、踏切までに あんまり失速しなかったかな、俺は。ああ、なるほど、なるほど。あんまり好きじゃないけど、ね、嫌がれとか言うけど、まあ、いわゆる止まらないように走ってた、はいはい、ずっと。あ、なるほど。最後。トントントンみたいな。それが、助走のスピード調節の感じなんですか。うん、まあ、それも繋がってたんじゃないかな。繋がってますかね。抜きも早い。抜きは、ただ、抜きってタタタタタってやりますよね。ダダダダってやりますね。でもなんかここ数年のイメージは、うん、もう中間から加速してないんですよ。加速してない。してない。中間からはもうできるだけこうスピードを殺さないで、うん、なんだろう。なんていうんだ、余裕持って走るっていう感じ。はい。このまま行けみたいな、うん。もうなんか、坂道下ってる感じ。ああ、たまにそうやって言う人いるよね。いますね。勝手に。坂道下る感じ。なんか加速してるのそのまま行く感じみたいな。うん、あ、そうそう。なんかもう足ついてるだけみたいな。で、なんかこう踏切、に余力を残すって感じ。はいはいはい。おいおい、そういうのよくありだと思うよね。8割ぐらいで助走する。いや、結構早いんだよな。本当に遅くしちゃダメだよね、だけ。余裕も出すけど、ゆっくり走るわけ。そうそうそう。もうできるだけこう減速しないんだけど、うん、どっちにしろさ、中間から減速するじゃん。ちょっとね。うんうん、その減速しない走りをして、で、頑張らない。よくさ、こう、ガーって頑張って、踏切まで、そうそうそう、こう、頑張りすぎてる子とかいるのよ、うん、ちょっとその、ダダダダダみたいなとか、走れって言われたせいで、なんかガチガチになったりして、で、めっちゃ頑張ってんのに、どんどん止まる。とかよくあって、まあ、それには絶対ならない方がいいよなとは、うん、僕でしたね。そうなんですよ。ラッキーとか特に操作もポール持つもんね。持っちゃう。持って助走頑張るからもう最後操作遅れる、踏切遅れるみたいな。大失速とか。大失速大会。足速いのに。遅いです。遅いのにそれやからも大変よ。大変でしたもん。特にこれは男子の、ポールが長くなるとなおさらこうなりますね。うんうん、最後、ね、どんどん失速するようになる。中間から加速しようとするもんね。なんかしてもいいけど、ギューじゃないよってなるときはあるね、うん。それはどうやってやるんですか？お、なんでなんで？それを教えたほうがいい。これはね、僕はですね、いつもポール下ろしの練習でよくやるんですけど、いつも、ポールをするとき、跳躍をするときじゃないときに、はい。まずは、トラックで、ポールを下ろす練習をいつも やるんです。はい。えのきもやったっけ？で、うんうん、まあ、6歩でポールを一気に下ろすっていう練習をしてて、その時に、これ、あれだな、あれ見てくれたらいいんだよな。中間マークの記事が一回あるんですけど、ボータカチャンネルの中に。動画出てますね。動画もあるね、動画もあるね。そう、こうやってやるんだよっていう動画もあるかも。その、ある程度、グリップに対して、ここが中間マークっていうのが決まってて、はい。マークを置いてから、ボールを突っ込むまでに絶対に棒を持たずに一気に下ろしながらただ走るっていう練習を伝わる？とにかくボールをブワーって下ろしながら棒を持たないの絶対に。左どういうことか持たないでたんですか？だけでボール持って最初は、はい、
右手でポール持って、で最後のロープダーって落としながら、とにかくちゃんとちょこまかせずに走るみたいな、ね、やれるんです。イメージは、ね、俺のイメージはあのポールの先端が自分から離れていくじゃん、下ろしてるとき、はい、あれが自分より遠くならないようにあれを追いかけるイメージかな。よわかる。なんかちょっとごめんこのイメージなんかこんな感じ発言解釈してます申し訳ないけど、それで最初は やるんですね、ひたすら。でそれをひたすら10歩ぐらいから練習して、10歩12歩14歩16歩18歩で練習して、そのまんまの中間マークの位置で跳躍をしているというような流れで、あまり失速しないようになりました。なんか頑張らなくても勝手に余裕を持っていけるって感じですか、それで。うんうん、っていうか、なんかね、ある程度俺は結構ある程度トラックの中で6歩はこのぐらいの距離が一番速いねっていうのを掴んでおくべきじゃないかなって思って、うん、跳躍の中で作った6歩はもしかしたら結構ずれてる可能性があって、人によっては結構近い位置に6歩置いて刻むしかないみたいなところに中間マークを置いてる子がいたり、逆にもう遠く走るしかないところに中間マークを置いてる子がいて、その中であの早く走らせようとするのは結構難しいなっていうのをいつも思ってて、本当に適切なスピードで、はいはい、っていうかこうちゃんと走れる6歩の位置をトラックでまず最初にちゃんと見つけておいた方が、あの、よくて、それをピットに還元させていくみたいなイメージで、あの助走の最後の失速しない走りっていうのは、うん、いつもそういう風にちょっと見ていますので、こういう練習します。ありがとうございます、参考になります。YouTube を YouTube にもちょっと動画ありますね。中間マーク表とかもあったり、結構海外の子たちはあの中間マークで合わせるんで、基本的に、うん、あのね、えのきもだ、えのきもそうされたよ、うん、アメリカで踏切じゃなくてね、中間しか見ないみたいな、うん、そうそう、踏切を見ても、はい、助走ができてるか分かんないじゃんみたいなところが結構あって、うん、さっきのその一歩の位置が合ってれば踏切も逆に踏切合うし、合ってに踏切入ったってことはちょっと走り変わってんじゃないみたいな、間延びしてんじゃない、はいはい、逆に遠いなら多分それ刻みすぎちゃってるよみたいな、うん、でちゃんとスピード出せてないねってなって、そこをいじっていくみたいなイメージでいつもやるから、コーチが結構ね中間マークの横に陣取って座ってるのが多いかな、アメリカ行くと。そう、日本じゃあまり、いや、やってる子、やってる先生も結構いる、中間マークにちゃんと人いてみたいな。ただ結構いろんな子たちはあの助走の位置じゃない、踏切の位置にいるよね、はい、みんな。そうですね、踏切がここです、はい、じゃあ助走何センチ下げようみたいにしたら、もしかしたらずれたまんまずっと試合を続けることになるから、あの、うん、そう、そのまま下げるかみたいな時は結構ある。質問ある？あ、いいよ、時間で。お、質問大丈夫？大丈夫ですか？もう助走の話になったし、気づいたと。いいよいいよ、どんどんやろう。僕のはこれやってて、結構その中間からポールがもう平行の平行、うん、だからヨネさんがさっき言ったも6歩前から下ろしてくるんじゃなくて、うん、ずっと平行だった、まあ、最後、まあ、すごい前傾して足流れて、うん、が遅れてしまう、うん、でポールも自分の体から遠くなっちゃうから、まあ、操作もちょっとおかしくなっちゃうっていうのがずっとまあ悩みだったんですけど、うん、でヨネさんにこうロッポをかけて下ろすっていうのをやったんですけど、うん、結構ピットでやると怖いんですよ、うん、ロッポ、そのどうしたらいいかちょっとむずいっすけど。えのきもやったじゃん。うん、どう、ロッポ前から、ロッポ前から体験。いやーね、怖くないよ、大丈夫大丈夫。いや最初慣れないよ確かに、うんうん、なんか、でもその6歩のハンドシフトとかさ、はい、あの辺やっ
ってたら、なんかいつの間にか怖くない。そうそう、フィットできるようになる。結構あの怖いっていう子はね、あのボール立てて下ろすときに、うん、左手が高いまま下ろすね。結構。ああ。これを下の手、いわゆる、うん、あのね、ボールが下がってこないんだよね。下ろしたいのに。なるほど。意味わかるかな。あのこうグーってポール下げてくるときに6歩で下ろそうとしすぎて右手の上のグリップの手しか動いてない子がいて、それは怖いだろうって思う、うん、でもちゃんと下の手が降りてきて棒先が目線の高さぐらいまでちゃんと下がれば大体できるんじゃないかなと思って見てたりもします。そうそうそう、そこが結構ボンドとか地面すらせるもんね、ポールの先。うん。締め切り前に。うちの子たちにはね、あの、はい、右、だから上の手の肘を上げて、うん、上の手の肘を上げて、うん。で、一緒に下ろしてきなっていう。ああ、こうだね。ああ、なるほどね。なんか、肘上げたらポールって降りるんよ。ああ、だから あのそれで降りないってことは肘が上がってないんじゃないのみたいな、はははそういう伝え方をする。なるほどね。左下の手はあんまり気にせずって感じか。下の手はね、なんかこうヒットするときにどうしてもこう左手突っ張っちゃう感じになっちゃいがちだから、うんうん、なんかポール操作するのは右手を意識しようねっていう感じが多いかな。うん、問題ね。これは、すみません、これ長くなるんで、これ今度しましょう。そうだね、これは、これ長くなる。これは結構ね、いろいろと、はい、いろいろ長くなるんで。もちろん、いろんな意見があるからね。うん、まあでも、うん、まあ基本的に突っ張んなよっていうのは、みんな。うん。って感じ、ポール下ろし。質問あったらコメントでみんなください。そうですね、めっちゃ。うん。いいよ、いいよ。ってのが、スピードです。すごい話、それたね。いや、それたね。早く走るために、どうするか問題でしょ。何が大事。あの、まだ助走の速度っていうところなんですけど、まだ。いや、もういいよ。いや、それでしょ。あとは、踏み切り足設置時の重心速度は、まあ、踏み切りの時のスピードっていう、結局そういう意味で。うん、そう、踏み切りのスピードと、あとはその、重心速度、減速率っていうは、まあ、踏み切りで減速しないよっていうこと。そう、それをちょっとね、難しげに書いたのがこのことです。そうそうそう。はい、以上。はい、以上です。そうです。で最大延直速度は、まあ、要するに、上に伸び上がってくる時の速度が速ければ、まあ、高く飛べるよねっていう話。そう。最大延直速度ちょっと話しづらい。難しい。話しづらいね。ちょっと、これは。なんか、まあ、それまでの結果、かなっていうイメージ。空中動作のところの結果論的なとこもややあったりして、うん、結果として最大延直速度が高いっていうだけっていう、うん、イメージだな。あとはまあ個人的にはね、あの空中動作をこうあれだよね、グーンガシャンってこうロックバックで止めるなよってとこはあるね。ああそうね、うん、止めたらやっぱ止まるけん、はい、速度が出てるっても、うんあそこも動き続けりゃ、まあ、もうちょっと速度出ますよねみたいなとこはあるけど、うんうん、はい、まあそれも全部あの助走速度もかかってくるけんね。最初から最後までずっとスピードの勢い、俺よく言うよね、ポールスピードって言いますね、うん、あの勢い大事みたいな言うけどさ、はい、この勢いが殺す子が結構いるから、うんうん、踏み切った後にグッってで棒せっかくパッと棒止めてグン、はいね、ニョロンって飛ぶ子がいるんで、まあ結局そういう子はね、あのその時は飛びてもその後飛べなくなるんじゃないのっていう、いつも見てたりして、勢い大事だな。うん、
ちょっとこれもその辺にかかってくるかなと思っております。うん、はい。で、跳躍角。跳躍角。跳躍角。わかりづらい。跳躍角。切り角度。いわゆる。そうだね。です。まあなんかこの論文だと、あれだね。確か、低いほどいいみたいな感じだけど、うん、まあ、その、何あの、分析した人たちの踏み切りが高いっていうとこなんだろうな。そうだね。そうだね。うん、まあ、目安。まあ、てか。まあ、そんなもんみたいなとこがあって。うん。ね。高くか前かっていう。論争。論争あるじゃないですか。あるね。どっちですか。どっちでもないと思うんですけど。人によると思うんですよ、結局。気になるですよね。これ。はい。この論争。えのきが知ってると思う。えのきさん知ってますか。うん、まあ、自分のイメージは前だね。ああ、前。うん、うん、うん。で、あなんか沢野さんとかもさ、前に踏み切るみたいなイメージでやってると思うんだけど。うん。そう、なんか、高い踏み切ってよく言うじゃん。はい。高い踏み切りって、その踏み切りの時に、こう体が大きく伸びてて、あの、高い位置で当たれる、うん、っていうのが高い踏み切りだと思ってんのよ。うん、でもなんか、高校生の時に高い踏み切りしようねって言われた時に、なんか、あ上に踏み切るんだって思ってたなーって、ああ、なるほど。すごいあって、この、なんかこの2、3年ぐらい。なんか踏み切り前に踏み切る、な思ってるより多分前に踏み切るんだなっていう風な感じ、うん、うん、なんか上に踏み切るってなるとやっぱスピード死んじゃうし。死んじゃうね。跳躍角度、そう、踏み切り角度が高くなった方が。さっきの、 あの踏み切りの時の減速は大きくなるんですよ、実は。そうですね、絶対ね、はい。絶対、これは絶対で。うん、低く踏み切る時の逆に危険なところは、うん、例えばあの低く踏み切るしすぎて、さっき言った体伸びてないみたいなとかって、あの低く踏み切るしすぎて体が、ちょっと手も出さずに、体ストレッチせずに、はい、とにかく低く踏み切るやつがたまにいる。これは、ちょっと違う。みたいなとこはあるかなと思っていて、だから、さっき言った通りで、そうだと思います。あの、高く踏み切るようなイメージで踏み切る人は結構いるんで、それはそれでいいから、それはなんだろうね、その、踏み切った後の結構姿勢とかに結構影響するイメージかなと思ったりして、解釈してます、僕は。いやなんだよ、いいかな、な今の大丈夫かな、変な日本語じゃない。ちょっとよく分かんなかったな。あだから、うん、まあ低く踏み切ろうとしながらも、まあ、体はなんか真上に伸ばし続けるみたいなイメージ。ああそう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 、だからなんか踏み切るだけ見ればなんか結構低めでもいいと思うけど、うん、低く踏み切ろうとしすぎてなんか体の動きまでなんかこうキュッてちっちゃくなっちゃったら、うん、その後の跳躍がもうまくいかないから、はい、低めにまあ踏み切って、まあ、17度って結構低いんだよね、実際17、18度ってね、はい、体だけはあのめっちゃちゃんとうわーって伸びてほしい、上に上下にうわーんってじゃないと低く踏み切って意味ないよって思ったんです。なんか逆かなって思ったんですけど。おいいね。おいいね。なんか、踏み切るときは、うん、その高く踏み切る意識でいくけど、うん、それを上に抜けるような跳躍角というか、角度じゃなくて、うん、もうちょっと前方向とか、そこから曲げるときにそういうイメージでやるって感じかなと思うんですけど。曲げるときに、踏み切りは低くってことですか？いや踏み切る瞬間はやっぱ体を大きくしてた方が良くないですか？うん、踏み切りの時、うん、
ツッコミの角度が高い方がいい。高くして。高くして、それで低い跳躍角度っていうことですよね。そう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 。そう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 。むず。あ、そう、俺言い方悪かったかも、もしかしたら。その、踏み切った後伸びるんじゃないよ、絶対。それは思う。踏み切る前から絶対に。そうですね、はい。ただ、それもできなくなる可能性がある。低く踏み切るだけを教えるって思ってる。この時に、記事でもなんか踏み切りが結構低めなんで、低く踏み切れっては絶対に、絶対にじゃないけど、まあ、そこだけを言うのはやばいからみたいな。どこかな。あとの動作をまあ考えましょうと。そう、その踏み切りの時の姿勢も考えて。はい、そうそう、低く踏み切るだけは、だけを取り出しちゃダメです。うん、とは思います。って感じでいいっすかね。いや、それでいいと思います。うん、はい、ありがとうございます。待ってらしてください。後でまたコメントでもコメントでもメールでもね、メールでも、はい、ね、コメントの方が楽です。で、その後はポールに関することだね。曲がりポールを曲げる人は聞いてください。曲げる人、うん、ポールの曲がり、ポールの曲がりが大きいこと、ポールの弾性エネルギーが大きいことが関連しています。うん。男性エネルギーって何ですか？何ですか？もうだからこう曲げて伸びようとする力だね。こんな感じですね。そうそう、まあ、だから反発だよ、反発。ああ、はい。いわゆるね。うん。簡単に言うと。助走で得られた運動エネルギーをそのポールに蓄えるっていう感じで、うんうん、そう、蓄えられてる。はい。そうそう、そんな感じ。これね、どんなイメージだろうね。これもまた別の初期の記事見てほしい。エネルギーについても一回書いたよね、例えば。うん。なんか棒高跳びまあ、エネルギーを観点に見ると、人が走ってエネルギーをまず作ります。で、踏み切った後にそれが棒に移動します。で、棒が伸びるときにまた体に移動して高さになりますっていうのが、まあ、いわゆる説明の仕方。まあ、言うたら、だから、うん、むずいな、言うたらとか言って。めっちゃ熱いお湯があります。これ100度やとするやん。はい、して、次の鍋に移します。はい、次の鍋に移します。あったかい方が飛べるよね、みたいな話。あったかい方が飛べる。あったかい方が飛べてますっていう話をしたい。わかるこれ。いや、まあ、まあ。最初がぬる前だったら、はいはい、あ、だっけ、高さは、だとして、はい、めっちゃ沸騰させるじゃん。はい、で、ポールに、はいはい、次のザル、ボールにギャーって移すじゃん。で、それをさらに次のボールに移すじゃん。で、その時にまだあったかいじゃん。それを早くやるよね。はい、ただ、最初ぬるま湯だったら、こう3個目のボールに移した時はもうぬるま湯じゃん。冷ためじゃん。はいはい、したら飛べないってこと。なるほど。だから最初のエネルギーが高くないと結局意味ないよみたいな話があって、ボール真ん中のボールだから、めっちゃ熱湯を入れれば、そりゃ男性エネルギーも高まるわけよ。うんうん、ただ、そもそも助走速度がぬるま湯だったら、ポールにぬるま湯入れてもぬるま湯のまんまだから、はい、その、結局助走のせいで結構決まるっていうところはややある。うん、ただ、その注ぎ方が上からジョバジョバジョバって入れたら、ちょっとさ、ぬるくなるじゃん。めっちゃ熱くても。なるほど。それがなんか踏み切りのうまさだったり、跳躍の技術のうまさ下手さかな、みたいな。ごめん、この、ごめん、変な、例え、言うたら。言うたらがむずい。そんな、言うたらこういう意味じゃん。言うたら、はい。だから今のは言ったのも、最初の熱々のお湯が、助走で作った運動エネルギーで、
で、それをポールに曲げるときに、それがポールに移動するんやって。それが次のボールにブワーって移したとき。で、これを熱々のまんまに自分に持ってきたい。したら、今度はそれが高さになるから。みたいな。曲げるときに、うん。何意識してますうわ曲げるとき。話が長くなるんやって、ちょっと。やめましょう。いや、いいよ、いいよ。いいんじゃない？なんかストレッチした。まず、ちゃんと体をストレッチして。えのきもそうだよな、おそらく。コーチバトラーのとこに行ってしまうとこうなってるんだけど。いや、てか結構、だと思うんだけど、ストレッチの後のリアラインだよな、とは思って。そうね。うちの後に、ガーンって戻る。やっぱ、その、リアラインするじゃん。うん。昔ってなんかこう、押しすぎてて、その空間なかったのよ、前に。前っていうのは、ポール。うんと。ポールと自分との間に空間がなくて、で、なんかバーの方に向かってピュッて飛んでたんだけど、そうそう。でも、そのバトラーの時って、まあ、その前からちょっと考えてたんだけど、戻しすぎじゃね？みたいな。そこまでで、その立つのを決めちゃえばいいじゃん。っていう感じになった。うん。ラッキーまだ分かってないみたい。ということは。ということは。ラッキーも一回ヒューストン行くか。いや、結構、あのね、うん、なんて言うんだろう、ね。ストレッチしてから。あの、ポールをなんて押し返すことをね、リアラインって言うんですよ、僕ら。うん、戻してくる。そうそう、ストレッチしてガーンって戻すときに曲げるようなイメージだったりしてるんですよね。はい、そうです、そうです。はい。そういうイメージです、曲げるとは。ああ、曲げる。はい。わかりました。ごめん。これは動画ですね。また一緒に見たら。これはもう。ないかもしれないな、ここだけは。そうそうそう、だから、あの、はい、ツイッターでもよく言いますね。なんか僕がリアライン、ボールの仕返しとか、はい、ストレッチとかいうのは。はい、まあ、要は、ストレッチするのは、その後にポールを押し返したいから、だったりして、ここがうまくいかない人は結構多いというか、ここをしない選手は多い、この辺は。多いね、やっぱね。踏み切りだけでガーンって曲げて、それに、スイング合わせて、あ、なんか曲げるのは入りだけで入り、まあ、踏み切ってスイングするまでの間にポール曲げて、はい、そこに曲がった分でスイングしてほぼっていう選手がちょっと多くて、そうじゃなくて踏み切ってグーンって伸びた後に一気にポールを押し返して その人と一緒にスイングをドカンってして、うん、まあ、真上に伸び上がり続けるみたいなイメージ。これは、すいません。アフリって感じじゃないですか、私のイメージは。私のイメージはアフリなんですけど。アフリ、あ、ガッチャンポン、はいはい、はい。ありあり、それも、その時、女子ってさ、どこまでできるかみたいなところ、結構みんな、なんか力がないからみたいな話はあるけどさ、意識って結構ある？どういうことですか？スイングするときに手でポールをバッポにガンって押し返す、はい、はい、意識はしてますけどやっぱそこで負けますね。あ、私はこれどうなんかなと思うんですけど左手使ってます。あ、バーって踏み切ってからずっと、はい、ははははごめんな、あんまり終わらないですねこれ言ったら。これ面白いんよ、この話面白いんよ。またあの一つでやりましょう、はい、左手、いや、やった方がいい、これは。そうですね、まあ、ちょっと概要なので、うん、いやでもそうなんよな、はい、そこがな結構ポイントだったりして、まあ、つまんだら面白そうですね。面白いです、みんな、うん、だよな。これ結構ね、あのこれもう一言だけ言わせて、これなんかうまくいかんっていう人の特徴は、うん、結構あの入りすぎ
まあ、待ちすぎ、そのおしっこの間に、まあ、確かにグーンって反るんやけど、遅い。行き過ぎな人が結構いて、俺とかそうだったの、向こう行った最初。あ、そうです。そう、あの結構あの思いっきり踏み切った後入れって言われる学校でしたので、はいはいはい、あの入った分だけポールが進むと思ってたんで、ずっとこう踏み切った後グーって、うん、沿って入ってその分振るみたいな感じだったんやけど、はい、あのね、押し返すっていうことを前提にするとあんまりそれをしない方が、一瞬反りすぎると絶対にもうできないなっていうのをちょっと知りました。で、逆にその入って稼いでいたなんか深さ、跳躍の深さ、はい、なんていう深さって言っても大丈夫、深さ、幅、幅っていうのはその押し返すときに作るみたいなイメージになった。逆に結構その自分で入っていくっていうイメージの方が多分多かった、多い気がするんです。そうで、グーっていけばいくほどもう押し返せなくなる、どんどんだからもう振るしかないみたいなところがあって、はいはいはい、まあ、これは一つのあのヒントだったりします。新しい、新しいです。すいません、そんな感じでした。ありがとうございます。お、だいぶいったんじゃないこれ、ね、やばいよ、時間ロングすぎるもうで、最後にもう一つの別の要因として田村先生の女装のその調整の仕方みたいなあが今度です、あるよっていう、そう、それはもう今度にしましょうか。すいません、しゃべりすぎました、ね、やっぱね、あの話したいこといっぱいあるんで、やばいね、こっちもね、俺やばいねやっぱ楽しいね、音声面だわここまで聞いた人は何人いるんだろう。それな、最後まで聞いてる人いるのかな、まだ大丈夫です、大丈夫か、大丈夫です、聞いてます、ありがとうございますありがとうございます、本当に。じゃあラッキー締め、締めす終わりましょういいやな、じゃあ締め、最終締め、最後みんなに一言。あ、全国のポールボルダー、うん、全国のポールボルダー、うん、そうですね、非常に思いついてないんですけど来シーズンも頑張っていきましょう。ありがとうございます、いい言葉を、ありがとうございます、いい一言をいただきました。これにつき締めをお願いします、はい、ということでモタカチャンネルラジオ1回目いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございます。今日の感想はコメント欄で盛り上げてください。あとツイッターでもハッシュタグボータカチャンネルでつぶやいてくれたら嬉しいですね。で、次回の宿題がいくつか、今回皆さんから今回の放送を聞いてだったり、今まで自分のボータカ跳びについての質問だったり、あとはこのラジオで取り上げてほしいちょっといい話や笑える話、普通の話などのお便りを募集しております。あとはラジオのタイトルがボータカチャンネルラジオになっています。あの仮なので、もっといいタイトルがあれば皆さんどんどん募集して、募集して、違う、どんどん、なんていうのか、これはじゃん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 、じゃんじゃん、じゃんじゃん、こう投稿してほしいね、投稿してください。はい、で、皆さんからの投稿の中からいいものがあればそれをタイトルにします。委員長は川間らきくんです。よろしくお願いします。はい、あやちゃん、最後はね、最後は終わりの言葉をお願いします。じゃあもう今後もボータカチャンネルラジオはぼちぼち更新していきたいと思っているので気軽に聞いてもらえたらと思います。
チャンネル登録も忘れなく。忘れなく。それでは、ボータカチャンネルラジオの、ヨネと、えのきと、あき。あやでした。おー、バイバーイ。ありがとうございました。